こんにちはヴィンテージコンピューターチャンネルです、えー、今年の WWDC で発表された MacPro が、えー、ついにね、えー、注文受付、えー、開始となりました、えー、WWDC で発,発表された時にはね今年の秋に発売ということでね9月かな10月かなという感じだったんですけれども、えーね、もうこの12月になってのオーダー受付開始と。 ということでですね、まあ、もう12月ですんでね秋という約束はすっぽかされたなという感じだったんですけれども、まあ、一応天文学上は当時までね秋ということになってるらしいんで、まああのね、天文学上は一応秋間に合ったと。 とも言えるんですけれども、実際出荷はね、えー、まだされてなくて、実際の出荷っていうのは本当に年末申し詰まったね、12月27日頃らしいんで、まあそういう意味ではね、ちょっと約束は守れなかったということになりそうです。はい、えー、ちょ、ちょっとね、Apple のウェブサイト見てみますけど、 はい。えー、それでね、アップルのトップページなんですけれども、まあ、クリスマスシーズンのね、えー、プレゼントという感じのーページになってまして、まあ、トップページにはね、Mac、えー、の間の字も出てないですね。残念ながら。はい。えー、そして、え Mac、ー、のページに行きますと、えー、トップはね、先頃発売された MacBook Pro 16インチモデルで、えー、そしてね、次にやっと MacPro 全てを変えるパワー。 その下がね、プロディスプレイ XDR という形になってますけども、まあね、えー、確かに誰でも買えるマシンではないので、えー、こういう形になってるのかなと思いますけども、購入ページいきますとですね、はい、えー、MacPro タワー599,800円、かっこ税別からということでね、税金入れると65万円を超えちゃいますよね。 はいえー、なかなかね個人で買うのはなかなか厳しいかなと思いますけれども、えー、映像編集とかね、えーまあ、そういう,うエンコーディングとかあレンダリングとかがね、えー、そういう作業の必要な、えー、プロユーザーには、えー、非常にね、えーえー、役に立つモデルではないかと思います。 カスタマイズページに行きますとですね、まあ標準は 3.5GHz、8コア、インテル Zeon なんですけれども、最大28コアまで選びますね。28コアっていうのがすごいですね。はいえー、メモリーは 32GB。 8GB4 枚が標準なんですけれども最大 1.5TB までいけてですね 1.5TB を選ぶとプラス275万円というね、えー、まあここが一番驚くべきところですよね。はいえー、そしてねグラフィックスもおね、えー、最高峰のグラフィックスカード2枚搭載しますと100万円超えというね ここももななかなかのもんですで、えーまあ、意外と同じお,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 おとなしいのがですね 256GBSSD が標準なんですけども 4TB ですね15万4,000円アップということでなんかこれ安いような気がしちゃいますよね。はいえー、そしてね間もなく登場 8TB ストレージとなるんでまだまだね高いスペックに、えー、もうしばらくするとできちゃうと。 そしてアフターバーナー,ーカードはいこれも22万円でキャスター付き、まあ、こちらはねあとはもうせとと、えー、性能には特に関係ないですけどもまあ便利になるホイール付きステンレスフレームはい。 で、えー、ここまでね、本体関連のおもので、えー、全部載せするとね、まだ8テラバイトは入ってないですけども、572万5800円ということね。まあ、これが、えー、この値段だと言ってる、ここまで高くできると言ってる人いますけど、まあ、人によってはね、えー、この、えー、マジックトラックパッドをつけたり、 ソフトウェアもねファイナルカットプロ10とロジックプロ10を入れたりとかするとね579万4,000、まあ、ほとんど580万円というねそういう形で580万円だと言ってるかと思いますけれども、はい、まあね、えー、さらに8イトまでいくとねこれ600万円超えるかどうかというね えー、まあ、予想では僕ね、超えるんじゃないかとね、えー、思いますけども、いずれにしてもね、はい、えー、すごい値段のスーパーマシンということになると思います。はい、えー、そしてね、やっぱり中目というか、驚くのはね、えー、メモリーのところなんですけど、1.5テラバイトでね、えー、さっき250万円ぐらいでしたっけはい、あ、275万円。 えね、半分の 768GB メモリーでもね110万円110万円110万合ってますよねはいはい、はいえー、764GB でも同じものでもですね 128GB で6枚だと154万円ということでねはい。 はい。まあ今までね、32GB メモリーあたりは、まではですね、えー、もう他の機種でも使ってましたけれども、まあ 64GB メモリー、それからね、128GB メモリーまでね、えオプション設定であると、いうことでね、はい、えー、まあほんとスーパーマシンという感じなんですけれども、はい、えー、ここでね、えー マックプロを購入されるというね、えー、リッチな方にお願いというかね、えー、情報なんですけれども、まあ、ヴィンテージコンピューターでもですね、当然ながら、えー、このね、マックプロに対応した、えー、DDR4 メモリー、えー、お取り扱いする予定です。まあ、今まだね、えー 購入できるようにはなっておりません。けれどもはい新年早々ぐらいにね、えー、取り扱い予定です。で、えー、もちろんねえー。3。2gb メモリーとかだけではなく、6。4ギガとか 128gb メモリーまでね、えー、取り扱う予定ですんで。で、えー、で、もちろんえ apple、ー、のオプションを選ぶよりは十分ね、えー、お安い価格に。 なりますんでね。えー、ぜひともね、購入される方はね、このオプションを選ばずに、この最低メモリーで選んで、えー、購入いただくとですね、まあ、何、まあ、容量にもやりますけど、何万円とか、何十万円とかね、えー、そういう割合で、えー、お金をセーブできると思いますんでね、ちょっと待っていただきたいというところです。 はいえー、またね、えー、これだけ高いマシンですんでね、えー、自分で取り付けちゃって大丈夫かというね、えー、こともあるかと思いますけど、まあ、最近のマシンはね、メ,メモリー、えー、取り替ええー、交換できてもですね、Mac mini なんか結構大変だったりしますんで、えー、そんなんだったらちょ、ちょっと、ちょっとやっぱり、えー、ね、Apple のオプションを選ぶかなという気にもなっちゃうわけなんですけれども、はい。 マックプロの場合はですね、えー、非常に簡単にね、えー、メモリーの増設、交換できるようになってますんでね、えー、ぜひともね、えー、後からメモリーを購入して交換というのをお勧めしたいと思います。 はい、えー、というわけでね、新型 Mac Pro オーダー受付開始ということでね、まあ、なかなかね、えー、購入できる方も限られてる、限られるかと思いますけれども、はいえー、購入される方はですね、えー、まずメモリー、えー、ね、えーや、やっぱり Mac Pro、このね、一番、えー、プロ用マシンとしてね、 えー、このメリットの大きいところは大容量メモリーがね、詰めるということだと思いますんで、えー、まあ、これ 32GB のまま使ってるとですね、本当に宝の持ち腐れという形になると思いますんでね、当然メモリーは増やしてもらうと。まあで、えー、それもね、 えー、後付けでね、えー、ヴィンテージコンピューターなどから購入いただくとね、かなり、えー、お値段節約できますんでね、えー、ぜひね、ご検討いただきたいと思います。まあ、その他にもね、えー、ヴィンテージコンピューターではね、今後、Mac Pro にはね、えー、注目してね、えー、使えるパーツー、ぜひとも取り扱っていきたいと考えてますんでね。まあこれ、来年になっちゃうと思いますけれども、おこれもね、えー、また注目していただければと思います。 はい、えー。というわけでですね、えー、今日はなんとか年内、ま、間に合ったあニューマックプロの発売という話題をお届けしました。それでは次回まで,で。さようなら。